ということでですね、まあ、食生活が終わってですね、次にですね、まあ、流通と経済っていうところの話をしていこうと思います。江戸っていうのは100万人を超える大都市だったわけですね。で、そんな100万人を、つまり支える市場、流通があったわけですよ。この流通手段っていうのがですね、主に船だったんですね。これが当時の江戸の地図になるんですけども、これを見るとですね、江戸城を中心にトグロを巻くようにぐるーっと川が流れてるんですね。これはですね、もちろん人工的にこういう風な街づくりにしたんですけども、これはもうあくまで船による流通っていうのを前提とした街の構造になっていました。船といえばですね、魚っていうところでね、魚はどこで取り扱われてたのっていうところなんですけども、まあ今といえば豊洲、その前は築地でしたが、江戸時代はですね、日本橋、もうですね、ど真ん中で、やり取りされていたのが魚でした。で、この日本橋から小田原にかけてずらっと魚問屋さんが増えていくような形になるんですけども、そのくらいですね、まあ、江戸の人たちにとって魚っていうのは日常的に食べる重要な食料、タンパク源だったわけですね。ちなみに当時の江戸湾、まあ、今でいう東京湾ですけども、ある逸話があって、将軍が代替わりの時にですね、鯛5000匹。をお城に収めたらしいんですけども、鯛5000匹、もう乱獲じゃないかっていう感じなんですけども、当時はですね、鯛5000匹を収めても漁獲が減らなかったというぐらい非常に豊かな場所だったらしいですね。で、魚に続きまして、青物、まあ、つまり野菜ですね。野菜市場は当時ですね、今の神田のエリアにあったらしいですね。で、この神田のあたり、日本橋川と神田川に挟まれててですね、非常にその立地として良かったらしいですね。で、他にもですね、駒込や千住のあたりにも、人口のこう密集地というものができてですね、野菜がさばかれていたりですね、してですね、まあ今やね、それぞれ高級デパート街だったり、するわけですが、当時はですね、野菜をさばく市場があったわけですね。で、今や、東京といえば、まあ、僕も住んでいたんでこう分かるんですけども、もうひたすらにこうビルが建物が立ち並び、もうコンクリートで埋め尽くされている、そんな場所なんですけども、当時はですね、その江戸と呼ばれてたエリアのなんと半分が農地だったらしいですね。まあ、そのくらいやっぱし近くで作って近くで消費するという感じで、まあ今でいう地産地消的なことがですね、まあ江戸でも行われていたわけですね。僕ここで野菜っていうのをこう調べたら出てきたんですけども、果物っていうのが出てこなかったんですよ。で、果物当時どうなってたんだろうと思って調べてみたらですね、ちょっと面白いトリビアがあって、当時の果物ってのは水菓子と呼ばれたらしいですね。あ、お菓子なんだ、甘いし、まあ、お菓子なのかなと思ったら、お菓子っていうのはそもそも木の実のことを言うらしいんですよ。みかんや梨っていう果物も当時あったんですけども、まあ、あくまで嗜好品でですね、まあ、日常的にはやっぱ食べられなかったらしいですね。まあそんなわけでですね、まあ、大きな問屋市場っていうのの場所が分かったところで、実際じゃあそこにみんな問屋さんに買いに行ってたのっていうとそういうわけじゃないですね。あ、じゃあお店だと。まあ今で言うですね、イオンみたいなところがあって、まあそこに行けば何でもあったんじゃないのというところなんですけども、そうではなかったんですね。まあ先ほどですね、まあ油の話でもちょっと出たんですけども、ほとんどのものはですね、ボテフリと呼ばれる棒にこう、樽をつけた行商人がですね、問屋さんに行って物を仕入れては、街を練り歩いて物を売ったんですね。で、実際にその江戸ではですね、例えば魚のボテフリなんかがですね、お魚とまな板包丁も一緒に持ち歩いて、あ、こうやって買いたいって、魚屋さんっていう人がいたらですね、持ってって魚をさばいてくれたというようなことがありました。で、実際にじゃあ固定店舗っていうものもなかったわけではないんですけども、まあ、魚に関してはですね、干物であったり塩漬けであったり、基本的に保存の効くものを、固定店舗で売っていて、新鮮な取れたての魚、まあ、今日中に消費しないといけないものなんていうのは、ボテフリが、街を練り歩いてボテフリから買った。そんな時代だったわけですね。魚のみならずですね、やはり青物、野菜に関しても行商人が、売り歩いていてですね、まあ、江戸の当時はですね、まあ、お家の時にも話したんですけども、まあ、保存もできなければ場所もないっていうことで、できるだけ物は持ちたくなかったんですね。なんで、必要なものはその日に都度都度買うというようなことを行っていました。もうお家によってはですね、米や塩っていうものでさえ日ごとに買って、補給していたと
いうことがあるくらいですね。まあ、ボテフリが活躍していて、家には物を置かないっていうことが徹底されていた。そんな暮らしだったわけですね。で、このボテフリ、まあ、魚や野菜も売っててもですね、やっぱ季節によって、まあ、増えたり減ったり、するわけですよ。で、そんな中でですね、季節ごとにいろんなものを売っていこうっていう、ボテフリが増えてきて、実際にいろんなものを売るようになりました。例えばですね、ザルやカゴといった日用雑貨であったり、古着、布って言った衣服ですね、あとは竹トンボやカルタなどのおもちゃであったり、風鈴や、あと蚊帳といった季節ものですね、あとはタバコ、貸し本、お花、薬、メガネであったりですね、本当にありとあらゆるものをボテフリから買ったと、そんな時代だったわけですね。じゃあもうボテフリ、まあこうやって絵を見るとですね、皆さんこう歩いて売っていたんですけども、車なかったの、今だったらこうね移動販売車みたいなものがあってブーンって行って物を売れるわけですけども、乗り物どうしてたのっていうところですね。で、江戸時代の、乗り物なんですけども、まあ今でこそですね、車っていうものが普及して一般の方でもこう車っていうものを乗れるようになりましたが、これは本当に本当にごく最近のことでして、江戸に関してはですね、なんとですね、車っていうものは基本的に禁止だったらしいんですね。江戸と京都のみ許可された人だけが車輪をついた、車を押してよくてですね、で、これもですね、あくまで物を運ぶための、車で、人を運ぶための車っていうのはなかったらしいんですね。江戸っていうのは大きな変化っていうものがないようにコントロールされた時代だったらしいんですね。はい。まあ、それはつまりですね、まあ、変化があると制御できなくなっちゃうからっていうのが幕府の思惑だったわけですけども、まあ、能率、効率っていうものよりも、コントロールが優先されていた時代で、車、人を乗せる車っていうものはありませんでした。で、じゃあ人っていうのはどうしてたのっていうところなんですけども、まあ、これも言うまでもなくですね、基本皆さん歩いてたんですね。カゴっていうものもあって、まあ、時代劇なんかでこう、カゴに乗せられてみたいなのあるんですけども、あれも基本的には本当に本当にお金持ち。の人だけでですね、もう基本的には皆さん歩いて、移動歩いて、旅をしていたというのが江戸の時代でした。で、まあそんな感じでですね、まあ実際江戸が終わって明治になって西洋文化が入ってくることによって、まあ乗り物っていうものが導入されてですね、まあ明治には鉄道があったり、自動車があったり、そして今はですね、まあ飛行機が飛んだりって感じで、まあ乗り物っていうのはもうここ、百数十年でですね、もう目まぐるしく発達してるわけですけども、まあそれを思った時にですね、百数十年で乗り物こんなに進化するんだったら、もしかしたらですね、今でこそ自動車、飛行機普及していますけども、もしかしたらですね、飛行機、自動車に代わる新しい乗り物っていうのが、これから出てくるんじゃないかなと、まあ歴史を見ていくとですね、まあそんなことを、思ったり感じたりするわけですね。ちなみにこれ余談なんですけども、僕の友達で、自動運転の開発をしている友達がいるんですけども、まあ彼がですね、究極のトランスポート、究極の乗り物っていうのはワープだっていうふうに言ってましたね。ワープで生きるような時代がもしかしたら来るのかもしれないですね。はい、というわけでですね、次に最終章ということでですね、衣服の話をしていきたいなと思います。で、衣服ですね。まあ、当時の写真っていうものも残っていてみるとですね、やっぱ男性は袴を着ていたりですね、まあ、女性はやっぱ着物みたいなものを着て、江戸時代っていうのは着物だよね、と。やっぱ昔といえば着物みたいな、ところがあるんですけども、